すいませんが、当社の仕事のことをお尋ねなんですか？御社はどういうふうな、ノーヘイト TV と言いまして、インターネットの報道番組をやってるノマと申します。すいません。ご連絡先とか教えていただいてよろしいですか？電話番号でよろしいですか？090二です。で、今、当社の、当社、ちょっと細かい、こちらのセクションの国使用と分かりませんけども、指定管理者の、構成団体のメンバーです。なので、指定管理者業務を、基本的にコンソーシアムで担当しております。だから、その指定管理者の業務自体は、ここは大阪府さんの施設になりますので、府がお決めになるということなので、それはもう府の方でお調べいただいたら、何を担当しているのか、その指定管理者の時の募集の業項とか出ておりますので、そちらでちょっとご確認いただければと思いますが。いや、ご主人のことではなくて、今現実にご担当されている業務っていうのは、コングレさんの方は実際のなんか会議の運営とか、そういういや、チケット案内。私の、ごめんなさい。ちょっと、私の方では、そんな厳密なことをお答えできませんけれども、施設の貸し出しとかなのだと思います。施設の貸し出し。ただ、それはもう、指定管理者として、コンソーシアムとして担当してますから、中のことは、多分、外部の方にご説明する必要があるのかどうかもちょっとわかりませんので、今回ね、L 大阪で表現の不自由展が中止になった件なんですけども、指定管理者が取り消したということになってるんですね。なので、それは、使用自体は、基本的に大阪府の、どちらでしたっけ、大阪労働協会さんが最終、決定されてますので、コングレさんはその決定というか協議には参加されてないということなんですそうか？ですね、当社の、基本的にそういう権限ございませんので、当社が判断したわけではないです。指定管理者が取り消したという、これ重大な問題なので、指定管理者が取り消したんじゃなく、これ大阪、その件について大阪労働協会さんにお問い合わせいただけますか？いや、労働協会そさんれにしももか。ちろん問い合わせてるんですが、指定管理者として3つの会社の名前が挙がっていまして、それも、お調べいただいたら分かることです。指定管理者に応募して、指定管理者として選定されましたので、選定されて、その業ただ、コン務を、ソーシアムとして選定されてますので、個別の企業がどうこうって問題ではありませんので。つまり、そのお仕事を受注されて、そのお仕事に関して責任を負ってらっしゃるということですよね。コンソーシアムとして責任を取ります。コンソーシアムというのはどういうことなんですか？この企業の共同企業体です。共同企業体ですよね。つまり共だから同、単体ではないです。つまり責任の一端があるということですよね。共同企業体としてですね。で、ただ今回の決定はもう、これは大阪労働協会さんのお問い合わせいただかないと、こちらで分かりかねまそすちのらにもで。もちろん問い合わせておりまして、そのコンソーシアムという共同体ということ、共同企業体ということですので、各その、それを構成されている企業さんにも問い合わせをしているという状況なんですけども、何を問い合わせられあ、てるんつですまか？り、中止に至る決定のな過の程、で、申し上げてますけど、当社が中止に至る決定をしたわけではありませんので、これ以上当社に何かお尋ねになっても何もお答えできることはございません。つまり、コンソーシアムとして、共同企業体として参加されているいます、いるけども、その決定には関わっていないというそうですこね。となんですね。それは他の、ご大企業さんは、ちょっと、どちらでしたっけ、ちょっと忘れてしまいましたけども、もうそちらにお聞きになっても同じだと思いますけれど。で、決定に関わってないとすると、今回の決定に関して、これは問題があるんじゃないかという意見なんかも出されてないんですか？そうですね。だから関わっておりませんから、何も、お答えすることは何もありません。でも共同企業体として指定管理業務を請け負ってすらっいしまゃいせまん。ちすょっよと申しね。訳ありませんが、ちょっと
今他の電話かかってきましたので、はい、ちょっとこれでお答え終わらせていただきます。これでお答えすることはありませんので、はい、本当申し訳ないですが、大阪労働協会さんにお問い合わせいただかないと、これ以上当社に何かお尋ねになっても本当お答えすることはありませんので、そちらにはもうすでに問い合わせておりまして